文房具好きの学生が選んだ本気の筆箱紹介。皆さんこんにちは、こにゃんです。ということで今回なんですけれども、文房具好きの学生が選んだ本気の筆箱紹介をしていきたいと思います。どういうことかと言いますと、僕が思う一軍の文房具たちが入った筆箱を紹介していこうといった内容ですね。つまり今回の動画に出てくる文房具たちは僕の中でもかなりトップレベルの文房具たちということになります。どんな筆箱にしようか悩んでいる方や、どんな文房具がおすすめなのか知りたい方はぜひこの動画を最後まで見ていってください。それでは早速紹介していきます。今回の筆箱はこちら、ラダイトさんから出ているデニムベンディペンケースです。このペンケースは全体がデニムでできていて非常にかっこいい見た目なんですよね。このペンケースの中の部分にはこのようにボタンが2つありまして、ここのボタンを外すと5本ずつ個別に収納できるスペースがあります。それだけではなく、横のジッパー部分にはだいたいペン4本ほど収納することができます。このようにコンパクトかつ大容量な筆箱になっています。学生さんなんかにかなりおすすめできるペンケースになっていると思いますので、ぜひ買ってみてください。それでは早速中身の方の紹介に移っていきたいと思います。まずはこちら、右側のポケットから見ていきましょう。右側のポケットには定規とピンポイント消しゴム、そして新ケース、シャーペン1本が入っています。まず定規はこちら、緑のアルミ&ウッド定規です。この定規を筆箱の中に入れた理由はやはり実用性と見た目の両立ができているという点ですね。見てわかる通り、この定規はアルミニウムと木材という違う2つの素材で作られていて、この組み合わせというのが絶妙でたまらないんですよね。自分には少し近未来的なデザインに見えます。このデザイン性というのがどんな筆箱にも合ってくれます。実用性というのはどういった面かと言いますと、このメモリの部分がレーザー刻印されていて全く消える心配がないんですよね。印刷ではなくわざわざレーザーで彫られているため、どれだけ擦っても消えることはありません。このように長く使っていくことができるというのもこの定規の素晴らしい点ですね。定規の中ではかなり高めの値段に設定されているこの定規ですが、長く使っていくことができるということで耐久性に関しては安心できると思います。実用性もデザイン性も兼ね備えたまさに理想の定規です。持ってない方は Amazon などでも買えますので、ぜひ買ってみてください。ピンポイント消しゴムはこちら、ペンテルのクリックイレーサー4プロです。ピンポイント消しゴムといえばこの消しゴムを思い浮かべる方も少なくはないと思います。ここの部分をスライドして細かい調整をすることができるので、ピンポイント消しゴムとしてとてもありがたい機能だと思います。ピンポイント消しゴムは若干消しやすさが劣ってしまうといった印象を持ちがちなんですけれども、このクリックイレーサー4プロは全くそういったことは感じませんでした。とても消えやすく、細かいところまで本当に消すことができるのでよくお世話になっています。またかなりこのようにスリムなボディになっているため、筆箱のどこに入れても全く場所を取らないんですよね。クリックイレーサー4プロはどの筆箱にしても僕は入れたいですね。こちらは Amazon などでも売られているため、もし買いたいと思った方はぜひネットなどで調べてみてください。写真のケースはこちら、ペンテルの試しんケースです。この新ケースは最近限定で発売されているもので、3つの写真を一気に収納することができてしまうというかなり実用性に長けている写真のケースですね。筆箱の中に 0.3 や 0.7 などかなり多くのシャーペンが入っているという方いませんか？そういった方はやはり筆箱の中でかなり写真のケースが場所を取っていると思います。なんとこの写真のケースは3つの種類の写真を1つの写真のケースにしまうことができてしまうんですよね。サイズ感としてはだいたい一般的な写真のケースと同じぐらいです。ですが厚さは一般的な写真のケースの2倍程度になってしまうので、そこら辺は注意しましょう。この新ケースのデメリットとしては、蓋を開けた時に3つの写真の出口が一気に出てきてしまうというところですね。皆さんもだいたい想像はつくと思うんですが、この中の1つを取り出したい時にすごくめんどくさいです。3つの写真を1つに収納できてしまうというのはすごく画期的なアイデアだと思いますが、やはり欠点というのもつきまとってしまうので、そこは注意して購入するようにしましょう。この写真ケースはアインの写真3つのおまけとしてついてきます。最近お店に出回るようになってきたので、ぜひ見つけてみてください。またこの写真ケースはまだ Amazon などのネットでは売られていないため、自力で探すようにしましょう。右ポケットに1本入っているシャーペンはまた後で紹介します。続いて左側のポケットに入っているものたちを紹介していきます。
左側のポケットに入っているのは消しゴムと赤青ペンと蛍光ペンです。自分は学生ということで、これらの文房具は筆箱の中に入れておかないといけないんですよね。特に蛍光ペンなんかは学生じゃないと入れないと思うんですけれども、何の蛍光ペンを入れているのかぜひ見ていてください。消しゴムはこちら、アインの消しゴムです。こちらの消しゴムは最近オレンズのシンプルデイズが発売された時に一緒に発売された消しゴムになります。本来なら消しゴムの色が灰色であるはずです。ですが灰色のアインは正直あまり消しやすくなかったので、僕が愛用しているアインブラックの軽く消せるタイプのものを中に入れて使っています。白と黒のデザインは個人的に気に入っていますし、このまま使っていきたいと思ってます。なんといってもスリーブのデザインが全く目立つところがないので、個人的にすごくおしゃれで気に入っていますね。これからもどんどん使っていきたいと思ってます。赤と青のペンはこちら、パイロットの V コンです。僕が昔から愛用しているボールペンになりますね。まずこのように中のインクが丸見えになっています。ここにあるインクがペン先の方に行って書くことができるという仕組みですね。このボールペンはボールペンというよりもどちらかといえばサインペンに近いですね。ボール径が 0. 何ミリとか関係なく、かなり太い文字になります。このボールペンは細かい字を書くのには向いてないんですけれども、丸付けなど大雑把な使用用途にはとても向いています。そこまで力を込めなくてもインクが十分に出てくれるので全く疲れません。このボールペンに出会う前は課題などの丸付け作業かなり疲れていたんですけれども、このボールペンを使うようにしてから全く疲れませんね。それくらいストレスフリーな作業をすることができるのがこのボールペンです。そして1本定価が100円と、この見た目にしてはかなり安くなっていますね。上の赤いボールペンはもう2年ぐらい使っているんですけれども、まだ全然使えるので長持ちするというのもいい点ですね。文房具屋さんに行っても売ってないこともあるので、根気強く探してみてください。蛍光ペンはこちら、ペンテルのフィットラインです。このフィットラインは最高に線が引きやすい蛍光ペンです。このようにペン先の方に少しくぼみがあって、先ほどのくぼみの部分がどれだけ強い筆圧をかけていても柔軟にしなってくれるため、安定した濃さでずっと書き続けることができます。またこの蛍光ペンはすごく発色が良くて、線を引いた時にかなり目立ってくれます。この蛍光ペンはぜひとも皆さんに1本だけでもいいので買っていただきたいですね。これで左側のポケットは全部になります。それではお待たせいたしました。シャーペンとボールペンについて紹介していきます。ボールペンはこちら、パイロットのアクロドライブです。このボールペンは本当に買ってよかったなと思っている最高のボールペンです。どんなボールペンを使っても結局このボールペンに戻ってきてしまうような安定感というのがこのボールペンにあります。このボールペンの素晴らしい点丸1は、ペン先のブレが全くないというところですね。ペン先が全然ブレないので、やはり書き味が滑らかになって、さらに筆記中のストレスというのもなくなります。素晴らしいと思うところ2個目は、回転繰り出し式のボールペンになっているため、余計なカチャカチャといった音が全くないんですね。このボールペンで書いているとき、筆記音だけが耳に入ってきます。そして素晴らしい点3つ目は、ちょうどいい重量感です。このボールペンは 30g ということで、かなり重たい部類には入りますが、中に入っている芯がアクロインキというかなり滑らかで粘り気の強いインキになっているため、この重量感との相性がとてもいいんですよね。これらの要素が全て合わさって完璧なボールペンになっています。正直ここまでクオリティの高いボールペンは本当になかなかないと思いますので、ぜひ買ってみてください。定価は3000円ですが、 Amazon などではもう少し安く買うこともできますので、ぜひ探してみてください。最後にシャーペンなんですけれども、シャーペンは今回5本入れています。どうして5本も入れるかと言いますと、やっぱり自分は学生ということもあって、シャーペンを使う場面が非常に多いんですよね。他の筆箱紹介の動画なんかを見てみると、やっぱりシャーペンの数っていうのは人によって全然違うので、ここは僕の個性だと思ってます。ということでシャーペンの1本目はこちら、ステッドラー925253530 30th Anniversary モデルです。こちらはステッドラーの925253530が発売されて30周年が経ったことを記念して発売されたパールホワイトという色のものですね。やっぱり記念品ということもあって、普通のステッドラー925530よりも高めの値段設定になっております。30周年記念モデルなんですけれども、多分現在でも Amazon で売られていると思います。 Amazon だと定価よりも若干安く購入することができます。若干余談になるんですけれども、僕はこのステッドラーの925530というシャーペンが本当に大好きで、この机の後ろの方に飾ってあるシャーペンたちもステッドラーの925530になっています。ちなみにこの30周年記念モデルには、他のステッドラー925530とは違った仕掛けが隠されています。
30周年記念モデルの方はコード表示窓にマルスヘッドが書かれたところがあるんですよね。記念品にしかないような要素があるとやっぱり購入者としてはすごくワクワクしますよね。さらにこの背景にあるんですけれども、このようなキャップもついてきます。右が元々のキャップで左が付属品のキャップになります。元々のキャップでもかなり限定品仕様になっていますよね。こっちは真ん中に大きくサーティエスと書かれていて、ステッドラーメカニカルペンシルと書いてあります。そして元々のキャップには溝が入っていますが、付属品のキャップには溝が入っていないんですよね。こいつらは気分によって付け替えてみるのもいいと思います。製造用のシャーペンは製造する人向けに作られているシャーペンなので、製造する人がかなり使いやすいような仕様になっているんですけれども、普通に一般人でも使いやすいような仕様ばっかりなので、個人的には普通に買っても大丈夫だと思います。製造だからといって使いづらいというような機能は個人的には見当たりませんね。このシャーペンで注意していただきたい点はローレットグリップですね。ローレットグリップというのはこのようにギザギザなグリップになります。金属製でギザギザのグリップになっているため、痛いと感じる方も少なくはないと思います。ローレットグリップは一回使ってみないとどうなのかわからないので、ぜひ気になる方は使ってみて自分に合っているかどうか判断してみてください。ローレットグリップの利点は何といっても汗をかいても滑らないほどの滑りにくさにあります。自分は筆記中あまり汗はかかないんですけれども、それでも滑らないというのはすごく安心感がありますね。ですがこれはあくまで僕の意見なので、もし欲しいなと思った方は一度ローレットグリップを確かめてみてください。そこで自分に合っているかどうかを判断して購入することをお勧めします。このシャーペンはいつまで売られているのか自分もわからないので、ぜひ早めに買っておくことをお勧めします。今現在 Amazon などでも普通に買うことができると思いますので、ぜひ買ってみてください。2つ目のシャーペンはこちら、ロットリング600です。このシャーペンは何といってもすごく書きやすいです。実はこちらのシャーペンも先ほどのステッドラー92535と同じく製図用のシャーペンになっています。さらにフルメタルボディということもあって、かなりステッドラー92535と似ている部分がありますね。ですが個人的には似ているようでそこまで似ていないシャーペンだと思います。ステッドラーの92535は上半身はアルミでできているのに対して、ロットリングの600は上半身までしっかりと真鍮でできているんですよね。結果的にロットリング600の方がずっしりと来ているため、書き味がすごく滑らかに感じますね。ロットリング600はこのように上半身の芯タンクまでしっかりと金属でできているため、書き心地というのがどんどん手に伝わってきます。書いている時の感触がどのようなものがいいかというのは人によって異なってくると思いますが、個人的にコツコツとしたこの書き味はすごく大好きですね。書いている時の、あ、今自分書いているんだなっていう感じがすごいんですよね。わかりやすく言い換えると、勉強している時に、あ、今自分勉強頑張っているんだなといった気持ちになって、だんだんモチベーションが上がっていくというような感じですね。ロットリング600を買う時の注意点としては、軸の細さがかなり気になる方は気になると思います。特にこのグリップの部分がかなり細めになっているため、力が入りづらいという方もいると思います。やっぱりグリップ部分が細いと書くときに力が入りづらくなってしまうため、書きづらいと感じてしまうかもしれません。こちらもローレットグリップが採用されているシャーペンになっているため、自分に合っているかどうかしっかりと判断してから買うことをお勧めします。こちらのロットリング600は Amazon だと2300円ぐらいで買うことができますので、ぜひ買いたいという方は Amazon で買うことをお勧めします。3本目のシャーペンはこちら、 HBK 手工房さんのカリンコブのシャーペンです。このシャーペンはカリンコブというかなりアナーキーな木目の木材が使われているシャーペンになっています。このように日常生活ではなかなか見ないような柄をしてますよね。この木目というのに惹かれて僕はこのシャーペンを購入しました。カリンコブのシャーペンといえばかなりお高いイメージなんですけれども、このシャーペンは4500円と比較的良心的な値段で買うことができます。現在は売り切れてしまっているため買うことはできないんですけれども、他の樹種なら買うこともできますので、ぜひそちらで検討してみてください。こちらの木軸シャーペンは一言でまとめると、実用性も兼ね備えた木軸のシャーペンという感じですね。まず木軸のシャーペンという木を楽しむシャーペンなんですけれども、何にもかかわらずペン先が 4mm のガイドパイプでできていて、すごく視界が良好なんですよね。さらにペン自体の重量もかなり木軸のシャーペンの中では軽くなっていて、スラスラと書くことができますよね。さらにこのシャーペンは注文する時点でかなり多くのカスタマイズをすることができます。例えばこの木軸の部分の形状だったり、クリップの部分だったり、かなり様々なものを変えることができます。すごく自由度が高いため、自分だけのシャーペンを作ってもらうことができます。さらに重量加工といったものもあって、自分には軽すぎるなと思った方は重量を追加してもらうことができます。重量加工してないとだいたい 13g 程度なんですけれども、
重量加工をしていると 20g 以上になるそうです。自分は重量加工をしてないんですけれども 18g とかなり重たい感じになっていますね。何かの手違いがあったのかどうなのかはわからないんですけれども、個人的に S20 と同じ重量になっているためすごく書きやすいですね。書き味も滑らかで、サラサラとどんどん書くことができます。使っているうちにどんどん木軸の部分も経年変化をしていくために、自分と共に成長していってくれるようなシャーペンになっています。このシャーペンの注意点としてはかなり太めなんですよね。自分も最初は結構太くて慣れないなと思っていました。ですが使っていくうちにこの形状がすごく持ちやすいということに気づいていって、今ではすごく愛用していますね。最初の方は持ちづらいと思うかもしれませんが、だんだん使っていくうちに慣れていくので、このシャーペンはおすすめできると思います。やっぱり木軸シャーペンで軽いというのはすごく実用性を考えているなと思います。増量加工するのもいいんですけれども、軽い木軸シャーペンというのは今までにないような感覚を僕たちに教えてくれているような感じがします。皆さんの自由ですが、今までに感じたことのないような木軸のシャーペンを楽しみたいという方は、ぜひ増量加工なしで買ってみてください。このシャーペンは Amazon などでは売られていなく、ホームページの方で販売をしている形なので、ぜひ買いたいという方はホームページに飛んで買ってみてください。4本目のシャーペンはこちら、カベゴスペシャルペンシルのブラス 0.5 ミリです。このシャーペンは僕が買ってから約半年になりますが、すごく経年変化してますね。買った当時はすごくピカピカしていて、すごく美しいなという印象がありましたが、使っていくうちにだんだん色がくすんでいて、今ではツヤ主ゴールドみたいな感じになってますね。木軸のシャーペンと同じようにだんだん経年変化をしていくため、すごく愛着を持って使っていくことができますね。このシャーペンは 27g とかなり重たいシャーペンになっています。それもそのはず、このシャーペンは見えているところ全部が真鍮でできているため、やはり重くなってしまいますよね。カベゴスペシャルは独特な滑らかな書き味を持っているため、この重量とはすごく相性がいいです。これは友達から借りた黒カベゴなんですけれども、この黒カベゴは重量が 15g と少し軽めになっていますよね。ですがこの黒いカベゴでも十分に書き味が滑らかです。自分でもこのカベゴスペシャルがどうしてこんなに滑らかな書き味なのかというのは不思議なんですけれども、書き味が滑らかなため僕は愛用して使っています。このシャーペンの欠点としては、やはり真鍮独特の金属の匂いですね。真鍮がむき出しで使われているため、やはり金属の匂いというのがすごいですね。この匂いはどうあがいても消えることはないので、付き合っていくしかないと思います。この匂いが好きという方はあまりいないと思うので、そこら辺は注意してください。結構重いシャーペンなので疲れていくかもしれないんですけれども、個人的にはその疲れも吹っ飛んでしまうぐらい書き味が滑らかなので、僕は全然使っていても大丈夫ですね。このシャーペンは調べてみたんですけれども、どこでも5500円で売られていて、あまり割引などされているところはなかったですね。もし文房具屋さんで売っているのであれば、実物を見てから購入することをお勧めします。ラストはこちら、野原工芸のエンジュのシャーペン、新型ですね。このシャーペンはだいたい1ヶ月前に届きました。このシャーペンはこの方の影響で入手することが現在困難になってしまっています。なのでメルカリでは高額の転売が相次いでいるんですけれども、ああいったところから買うのはあまりお勧めしません。ネットで実際に買うチャンスもありますので、その時を待ってみることをお勧めします。僕のエンジュのシャーペンは見る角度によって木目が全く異なってきます。傾けてみるとすごく木目が浮き出てきてかっこいいんですよね。木目に関してはネットで買うと運要素なんですけれども、個人的にはすごくいい木目を引いたんじゃないかなと思っています。木軸のシャーペンということも相まって、書いている時の楽しさに関しては、このシャーペンを越すものはまだ僕は見たことないですね。使っていくうちに経年変化もしていきますし、愛着を持って使っていけるペンだと思います。内部機構までしっかりと金属でできているため、手にすごく心地の良い感触が伝わってきます。ペン先は短いですがガイドパイプになっているため、個人的には結構見やすいと思います。このシャーペンに関しては使ってみないとわからない凄さというのが多いので、動画で紹介しきることは難しいと思います。そして買ってから1ヶ月ということで、まだあまり経年変化もしていないので、これから経年変化についての動画もちょくちょく上げていくつもりです。詳しい情報について知りたいという方は概要欄の方に載せておきますので、以前の僕の動画をチェックしてみてください。このシャーペンは人気なため現在ホームページでも売られていません。欲しいなという方は転売のものを買うということだけはぜひともやめていただきたいです。書きやすさというよりは書き味というのを重視されたペンなんですけれども、書いている時すごく楽しいので勉強などとても進むと思います。なので入手する機会があるという方はぜひ買ってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。この筆箱は最近実際に学校に持って行ったりもしている筆箱なので、これからも使っていきたいと思ってます。文房具が好きな方でも好きではない方でも
学生の方は筆箱を使っていくと思います。自分の理想の筆箱を使っていくことによって、やっぱり勉強のモチベーションというのも上がっていきます。どんなテーマでもいいので、一つテーマを決めて自分らしい筆箱に仕上げてみてください。ということで、今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。またツイッターの方もやっております。概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひそちらから飛んでフォローもよろしくお願いします。それではまたいつかの動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。もしよければチャンネル登録や高評価の方、またおすすめの動画なども見ていってください。